ついにこの方をお迎えすることができました。それでは早速お呼びしましょう。水曜どうでしょう、藤村ディレクターです。どうぞ。いやー、まあ、札幌は寒いね。なぜその男子師匠みたいな感じを聞いたんだ。スナックだからさ、今ね、ちょっと入ってきた感をちょっと出してみたわけよ。いらっしゃいませ。あ、いい店だね、ここね。初めてご来店。あ、初めて、ありがとうございます。今日はいただいちゃったんで、はい、じゃあ今日はちょっと赤ワイン、はい、赤ワインということでね。そうです、赤ワイン縛りで、もうお客様のお好みはもうママ聞いてますので、はい、赤ワインということで。昨日は、はい、あのこの店ママもガンガン飲みますので。あ、そうですか。ママと共に。ママ、次すぎじゃないですか、それは。ね。それでは、あの、今宵、濃厚な夜を過ごしましょう。そうですか。はい。では、本日ご来店ありがとうございます。マミさんとね、お話しすることっていうのはね、実はほとんどなかったですからね。本当にね、今日は楽しみにしました。それは。ありがとうございます。うん、法学部じゃなくてラグビー部に入学したんだよ。はぁ。法学部で、最初にクラスとかあるわけでしょ、大学でも。あの時はもう全然誰とも喋ったことなかった。法学部だけじゃなくてラグビー部だったんで、ラグビーを学ぶための部。そのラグビー部の写真がこちらですね。あ、俺の、あ、俺いる。これ藤村さんでしょ、真ん中。あ、俺真ん中だよ。これ藤村さん。おお、お前どっから手に入れたんだよ、それ。これ。これでしょ？いや、その写真俺も持ってないぜ。これこれこれ。それ俺だよ。ね。これ、藤村さん。これ、え？これどこだ？北大のラグビー。いや、北大のラグビーだけど。これも北大のラグビー。うわぁ、そうだよ。うわぁ、そうだよ。そうだよ。俺一番右端でなんかいるよ。これ、これでしょ？これ、俺だよ。うわぁ、ドモンと宮崎と荒木と小谷と。みんな知って、うわぁ、そうだよ。知ってます。そうだ。え、この写真持ってないよ。後でちょうだいよ、俺。え、ラグビー部、北大のラグビー部って本当に歴史があって、調べてみたら、1924年創部で、間もなく100年の歴史。100年、100年。しかも強いんですよね、北大のラグビー部。北海道の中ではね。ね。藤村さんが首相をやられた時も、あの、今回で優勝してるっていうね。そう。でもね、なんか私の情報によりますと、うん、藤村さん、2番の復活。復活。スクラムの最前線中央で舵取りをして、足でこうボールを後ろに蹴る役割っていう。うん、もう全日本のね、はい、あれ言えば堀江っていうスター選手がやってるんですよ。はいはい、堀江選手ね。はいはい、でもなんか聞くところによると、タックルをしない人だったって聞きました。まあ、それ誰に聞いたの？この方に。すどっか。お前、やっぱり STB に行ったのか。STB にいるんだよ。ラグビー部の同期のやつ。そうなんです。STB のね、今、スポーツ局長。スポーツ局長なの、あいつ。STB 制作スポーツ局長、須藤浩二さんに、STB まで会いに行きました。ああ、そう。はい。絶対いい話出てこない。こいつ俺、こいつ俺大嫌いだよ。でも聞いたらですよ、もう真面目に練習しつつ、くだらないことしかしてなかったっていう話をしてます。これ覚えてますか？はい、創生層。もう全部畳の部屋。全部畳の部屋。藤村さんが住んでたの2階だった。2階の、そのね、多分ね、六の間って書いてあるところですね。その位置ある。これそれです。俺の部屋、あ、2階建ての木造のボロボロのアパートで、ラグビー部員しか住んでないっていう、共同の、あの、お風呂はなし。トイレが1個。玄関、共同トイレ。トイレだけ。で、あとは部屋が、一番広い部屋に住んで。で、俺の、家賃が一番高かったんだけど8000円だ。はあ、これ、それがこの部屋ですか？うわ、俺の部屋だ。俺の部屋だよ、これ。そうだよ、俺の部屋で、みんなが、パーティーをしてたんだよ。一番広いから。うわ、藤村さんがどれ、あ、これだ。これ、その横が須藤。これだ。
の横が須藤くんで。ね、これが須藤さん。そう。うわぁ。藤村さんやっぱ細いですよね、学生時代。いや、そりゃそうだろ。ね。毎日運動してんだから。そうですよ、ね。うわ、そうか、これ俺の部屋だよ。そうですよね。俺の部屋だよ。ここで。これも藤村さん。うわぁ、俺の、うわぁ俺がやった正義マスだよう, うわお前すげえな俺左端、全部メイク俺がしたんだぜ、これ。これが藤村さん。俺、デーモンこれだよ。中にキスも混じってるけど。キスも混じってるね、キスも混じってるけど。混じってるけど、これが俺たちがやった余興だよ。必ずね、年に一回創生層パーティーっていうのがあって、そこで出し物をやるんだけど、俺たちこれで勢い余って北三十四条の地下鉄の駅でコンサートしてるから。お前を棒人形にしてやる勢い余っちゃって。だって、これこうやって見るとね、わかるんですけど、部屋の構図にね、必ずここにこう、ほうきがあって、ちりとりがあって、ああね、必ず同じ服がね、ジャージが。これ、藤村さんの部屋なんだろうな。そうなんだろうね。須藤さんから聞いたわけじゃないけど、予測するに一番広い部屋に住んでたっていうね。だから、多分これ藤村さん。パーティー会場に常になってたわけよ。うわ、そうだよ。うわぁ、世紀末やってたよ、俺。あれはね、だから俺、この頃から、多分後輩が、一番水曜どうでしょうか、大っ嫌いなんだよね。ラグビー部の後輩が。どうして大学時代と同じことやってる。ああ。後輩に対してひどい仕打ちをしてるわけだよ。飲んでるって暇だからって、後輩の下宿を次々襲撃して、全員をいろんなキャラクターにしていく。俺が絵の具持って後輩がもう寝てるのに起きろっつって、ね、なんすかって言ってる時に、あ、ま、顔にず、真っ青にして、お前ドラえもんなって、来いっつって、で、キャラクターで更新をしてたんですよ。あの駅前通りみたいな。で、いや、でも本当に須藤さんにね、今回お話聞いたSTVの須藤さんに、藤村さんのその作る水曜どうでしょうってどんな風に監督でね、はい、特に見てるのかなっていう話を聞いたら、はい、後輩にやったことと同じことやってんなって思ってますって言ってたから、あ、そうなんだ、ね、だからやっぱりね、ラグビー部の後輩の皆さんはそうやって思ってるってことあるんでしょうね。大泉さんにすごく同情するそりゃ大泉さんありがとうってみんなラグビー部の後輩は、あなたはやっぱりすごいあれだけ語彙力があってね、大泉さんっていうのは、この人がやってることの理不尽さっていうのを本当にちゃんとあなたは言葉で説明してくれるからっていうことは言ってたね。へえ。楽しかったよ。聞くところによると、はい、さっき言ったね、うん、タックルをしない人だったっていうのは、これは本当の話です。これは本当の話です。あ、一番タックルって危険なんですよ、ね。怪我が多い。ちょっと待ってください。さっきの話だと、はい、こう遡ると中学校の時に自分をタックルをするってことが一つこう、はいはい、目覚めた。ね、目覚めたっておっしゃってましたけど、大学になってもそのタックルはしない人になっちゃったとか。人に当たるって怪我をするのか覚えてた。俺はラグビー10年やって足を捻挫したことが一回あるんだけど。ゲームの中でね、非常に大事ですよ。大事ですよね。大事ですよ。そのイメージしかないですよ、ラグビーって。大事ですよ。うん、だけど、得点を取る方が大事じゃないですか。いや、もちろんそれもあります。だから俺は、得点を取ることしか考えてない。特化してた。なるほど。だから守備は、ほとんどしなかった。この。大学4年生で。そうです。HTB でアルバイト。だからもう留年したんです。そいつが、斎藤ってやつが、いや、もう結婚すれば分かった。俺が全部面倒見るから。その斎藤に全部任したのが馬車プラだ。自分ちで、俺が買った VHS のビデオを使って、VTR を作ったのが最初のね。例えば、幼馴染と、毎年会うって、あんまり良くないな。だから、その人間的な感覚で、こう、祭りとかなんかも開いてるっていう。そういうことな。娘っていうのはやっぱ可愛いね。いやもう泣けるけどさ。いやもうティッシュください。ティッシュください。
もう午前1時だよ。俺は6時に来たんだ、全部ここに。午前1時ということは、6時に俺は来て。